さあやっていきましょう、ダッシュラジオ。今回はね、そう、いいですよ。いや、いいんだろうなとは思う。そう。多分ね、これね、いいですよって言わなくてもいいんだろうなと思うんだろうなと思いながらね、ちょっと撮ってるんですけど、今回はね、そう、ブリーズライト。微光拡張テープ。そう。いや、どうなんだろうね。いや、なんかね、知らない人いますかね。まあ、なんぞそれって方にね、ちょっとご説明すると、なんか、鼻にね、貼るテープなんですよ。そう、鼻に貼るテープなんですけど、なんかね、そう、なんかね、ちょっとね、プラスチックで硬いテープでね、ちょっと鼻に貼ると、なんかそのプラスチックがこうね、曲げた状態で貼るんですけど、そいつがなんかこう戻ろうという力が働いて、なんかそれに引っ張られて、なんか鼻が広がって、なんかね、呼吸がしやすいみたいな。今完全にね、寝起きちょっとしたぐらいの声でね、ちょっと若干鼻声の感じでね、それを言われてもね、なんか何、説得力ないな、みたいな。そういうところがあるんですけど、もう剥がしました。寝てる間だけ、ちょっとね、なんか、あんま長時間つけないでくださいみたいな、なんだろうね、なんか、うん。そう、なんか、かぶれの原因になることがありますみたいな、なんかそういう感じがありますので、まあ、とりあえず、なんか寝てる間だけちょっとね、つけて、で、まあ起きたらもうすぐ外してみたいな、なんかね、そういう感じでやったんですけど、いやー、いいですよ。そう。なんかね、そう。今ね、そう、使ってるのが、なんか、レギュラーサイズ。なんか、普通のサイズ。で、ラージサイズとかもあるんですね。なんか、パッケージ見ると、なんかね、ラージサイズとレギュラーサイズの比較みたいなのがね、ちょっと画像でひっついてて、なんか、原寸大サイズですみたいなね、感じで書いてあるんですけど、そう。いや、なんか、なんで急にブリーズライトなのみたいなね、ところになるかなっていうところはあるんですけど、っていうかね、最近なんか、あれですよね、なんか、ムーポンのダシラジオなんかね、健康情報お届けラジオみたいな。なんかそういうのになりつつあるなみたいなね、なんかそういうところがあるんですけど、いや、もうなんかね、なんかそういうチャンネルかなみたいなね、ところあるんですけど、うん、これね、ちょ、もう全く買う気なかったんですよ。全く買う気なくて、で、なんかこの前、ガムとかをね、ちょっとね、まあ、薬局で買ってますよと、なんかね、ちょっと出るタイミングがあって、で、まあ、フラッとね、帰りに、あ、そういえばガム買わなきゃな、あ、なんかそろそろ歯ブラシ買い替えとこう、みたいな。で、なんかいろいろ見てるうちに、目について、そう、全く意識の中になかったんですけど、なんかこれがすごい目についてね、ちょっと欲しくなって買っちゃいました。で、まあまあまあ、どんぐらいかな、なんか、10枚、肌色タイプ、なんかね、透明タイプと肌色タイプとかがあるらしいんですけど、買ったのは肌色タイプで、10枚入りで、確かね、500何十円とか、うん、なんか、まあ、600円ぐらいとかね、なんか、そんなもんだったのかな、みたいな感じなんで、まあ、1枚5、60円ぐらいと。うん。ちょっと高いよね。ちょっと高いよね。まあ、なんか、まあ、50円、60円のことじゃないですかと言われるかもしれないんですけど、ちょっと高いなと思ったので、ちょっとね、今ちょっと、まあ、なんか2、3日に一遍、そう、気がついたタイミングでつけてみたいなね、そんな感じではしてるんですけど、まあ、ただね、効果はすごい。っていうか、うん、どうなんだろうね。なんか、これをつけて寝るのが当たり前になると、いや、どうなんだろうね。なんか、いいのかな、わかんないや。なんか、体がそれに慣れちゃって、これの凄さをね、実感できない説みたいな。なんか、そう、贅沢が染みついてしまうみたいな。なんか、そういうのとか考えたんですけど、そう、高いっちゃ高いんですけど、物はいいですよと。まあ、どんぐらい高いかっていうと、ムーポンの携帯代より高いな、みたいな。そう、毎日つけるってなると、年間で365日やから、まあ、1万8000何歩ぐらいやったんですよ。で、ね、考えると、携帯代より高いなと。携帯代より高いとなると、ちょっとね、贅沢しすぎかな、みたいな、ね、ちょっと謎のケチが働いて、ここぞという時にだけ、
使うようにしてますみたいな。で、まあね、今日土曜日なんですよ。今日土曜日なんで、ちょっとね、昨日の段階で、ちょっと明日は、ちょっとね、明日から土日入るから収録頑張ろうみたいな。なんかそんな感じで、とりあえずね、ちょっと、金曜日の晩、これ貼って、で、うわーすげーみたいな。うわーすげー。いや、まあ、初めて貼るわけじゃなくて、もうすでにね、10枚中、あと4枚しかない。あと4枚しかないから、もうすでに6回使ってるんですけど、わあ、やっぱすげえな、みたいな感じでね、ちょっとね、それでぐっすり寝て、まあ別にね、なんともない日は、なんかもうそのまま寝るでいいかな、みたいな感じなんですけど、いやー、なんともない日もできればつけて寝たいな、みたいなところあるんですけど、まあちょっと何まあ、ちょっと贅沢なのかな、みたいな。そう、贅沢品なので、そう、必需品ではなく贅沢品なので、まあここぞという時にね、ちょっと気合い入れてね、張って寝て、で、今日、目覚めすっきりみたいな。うん、そんな感じでね、ちょっとなんか、こういう日のために撮ってます、みたいな。うん。で、なんかその、実際のところ、効果どうなんみたいな。そう。いや、確かにね、鼻張って、うおすげえみたいな、うおすげえみたいなね、感じで、まあ思うんですよ。明らかに呼吸が楽になると。なので、なんかあれですけど、ぶっちゃけ口で呼吸するなら関係ないじゃないみたいなね。なんかそういうところとかもね、あったりするんですけど、なんかね、そう、これ初めて貼った時が多分ね、一番なんか実感したんですけど、まあ何曜日か忘れたんですけど、なんかね、そう、いつもよりね、なんか、パチってね、目が覚めるのが早かったんだよね。そう、だからね、なんか、如実に睡眠時間減ってますみたいな。いや、まあ、なんか結局今日は、なんかね、ぐっすり寝ちゃったみたいな。どんぐらい寝たかな？なんか、夜の11時ぐらいに寝て、これ貼って寝て、そう、明日収録いっぱいするし、ちょっとね、頑張ろうみたいな感じで、ちょっとね、寝て、で、なんやかんや8時頃ぐらいまで、ちょっとね、眠ってたみたいな感じなんで、まあ、一回ね、なんか6時過ぎぐらい、6時、いや、7時前ぐらいにね、ちょっと目覚めたんだけど、ちょっとね、なんかもうちょっと寝ようみたいな。結局二度寝してんじゃねえかみたいなね、ところがあるんですけど、これでもね、そう、ブリーズライトなしやったら、何 ?8 時前ぐらいに目覚めて、もっかい寝ようなので、ちょっとね、1時間ぐらい前倒しぐらいでね、ちょっと目覚めて、もっかい寝ようをしてるんでね。うん、なんか、シンプルに睡眠時間縮まってますよと。あと、そう、睡眠時間縮まってて、で、かつね、なんか、元気なんですよね、今日。そう、ここ最近ね、ちょっと、いや、ま、今週ちょっとね、生放送できなかったっていうのもあるので、うん。ちょっと生放送お休みしちゃったっていうのもあって、今週そんなに疲れてない説もね、ちょっと捨てきれないんでね、ちょっとなんとも言えないんですけど、なんかここ最近やと、ちょっとね、なんか、土曜日元気ないんですよ。そう、土曜日もね、意外と元気なくてみたいな。元気ないっていうかね、なんか疲れ取れてないぞみたいな。そう、そんぐらいで、まあ、そらしゃあないよねと。なんか、休みといえど、結局ね、言ったら、月、火、水、木、金。まあ、いつも同じ時間ぐらいに起きるじゃないですか。で、土曜日も同じぐらいの時間に起きたら、そらね、なんか起きた感じで言うと、その月火水木金の延長なんじゃないかみたいなね。うん、なんかそういうところなんで、まあ、そら疲れ残ってますよみたいなところはあるって、で、なんだかんだ、なんかその日曜日に調子が整って、で、なんかね、日曜日にカービィたくさん撮ってみたいな。土曜日はどうだろうね、なんかちょっと編集とかちょっと多めにしてみたいな。日曜日あんまり編集しなくてもいいように編集してみたいな。なんかね、で、ちょっとね、なんかお昼寝とか挟んで調子戻ってきて、で、ちょっと動物の森撮れるかなみたいな。なんかね、そういう日が続いててね、ちょっと毎日のね、動画投稿が今ね、ちょっと自転車操業になってたんですけどね。そう、もう撮ったらあげるすぐにみたいな。なんかね、
まあ、撮ったらあげる、すぐにっていうかね、なんかまあ、撮って結局、まあ、編集のタイミング挟まんので、またなんか編集をなんとかね、こう、もうなんか自転車操業のようにやってみた。そう、収録も自転車操業みたいな。そう、いつもだったら、編集、まあ、いつもだったらっていうか、余裕があるときはね、ちょっと、なんか土日にちょっと撮ってると、なんやかんや1週間で見てなんか1日分2日分とかね余裕ができてたんですけどね、なんか本当にその余裕がないぐらいギリギリやなみたいなだから土曜日の朝ちょっと何としても撮ってもうその日に編集してあげなきゃみたいなね、そういうのとかもたまに発生するぐらいね、ちょっともうギリギリの状態やったんですけどね、なんか、うん、今週はねちょっと土曜日元気なんでね、きっとねこのブリーズライトのおかげなのかなみたいなそういう感じでね、ちょ勝手に自己完結してます。でまあなんか効果のほどに関してはとりあえずそう今までで言うとそう張らずに過ごした場合、土曜日の朝の段階でまあ月火水木金土の延長で、まあ月火水木金の延長でちょっとなんかまだ早起きするのしんどいっすよみたいなそういう状態で土曜日ちょっと体力はある状態で寝て、日曜日ちょっと余裕ありますみたいな、うん、なんかねそんな感じだったんですけど、今回はねちょっともう土曜日の朝からねちょっと元気なんでね、いやーブリーズライトすげーなみたいなそういうところです。いやどうなんだろうね、まあなんか違う商品でもねなんか同じようななんかね効果は得られるのか、ちょっと他のやつねまだ試してないんで、こういうのをねちょっとね試したのが今回初めてなんでね、ちょっとね何とも言えないみたいなところもあるんですけど、でそう効果がねそうまあ単純に鼻呼吸が楽になります。これねそう僕の中でちょっとでかいなと思ってまして、っていうのも鼻呼吸っていうか鼻詰まってる時って結局多分なんかわかんない、寝てる間なんでちょっと何とも言えないんですけど、多分口呼吸してるのかなと思うんですよ。で口呼吸するとどうなるかっていうと、なんか喉が乾燥しますよね。となると寝てる間に喉がねちょっとなんかちゃんと回復してないみたいな、なんかそういう状態になるので、収録にちょっとね支障が出るのかなみたいな。そう最近ね、最近というかね、そう、なんか、最近ってわけじゃないんですけど、何、例えばゴールデンウィーク中とかね、動画撮りたいなって思ったんですけど、なんやかんやそんな撮れなかったんですよ。っていうのも、なんかなんていうんですか、まあ、この調子でね。いや、どっちかっていうと多分ね、動画、ゲーム中とかはね、ちょっともうちょっと落ち着いて喋ってるかな、みたいなところがあるんですけど、この調子で喋ってるとね、大体ね、なんか土日ぐらい、そう、なんか2、3日多分ね、なんかちょっとたくさん撮ると、もう喉がしんどくなってきちゃうんですよ。で、ね、ちょっと喉限界っすみたいな感じで、結局なんかちょっと間休み挟んで、まあ休み挟んでっていうか、まあ編集はしてたんですけど、で、また何ゴールデンウィーク後半で、またちょっと動画撮ってみたいな。結局ね、そう、結局さ、結局撮ったやつ上がってなくて、いや、そうなんだよね。なんかもう完全にね、なんか裏で遊ぶかな、どうしようかな、みたいなゲームをね、ちょっとなんか撮り始めちゃってみたいな。ただ、これいつ上げんのみたいな。いや、いつ上げるんだろうな、みたいな、ちょっと思いつつ撮り始めちゃってみたいなところで、結局完結するまでね、なんか何十時間くらいかかりそうなんで、皆さんの日の目をね、浴びる頃にはね、もうなんかなんか2、3年前のムーポンが撮りましたみたいな。なんかそういう事態になってそうな予感はするんですけど、うん、っていうのは置いといて、なんか何なんか多分せいぜいね、連続して動画撮れるのが2、3日みたいな。そう、ゴールデンウィーク中ね、生放送しなかったのはね、そういう理由なんですよ。単純に喉が限界だったっていう。そう。いや、そうなんだよね。なんか、ゴールデンウィーク入る前はね、なんか、よーし、ゴールデンウィークだし、生放送もしちゃうぞ、みたいなね。なんか、そんぐらいの気分だったんですけどね。いざゴールデンウィーク入ってみると、なんか、あれ？思ったより喉きついぞ、みたいなね。なんか、そういう感じになったんで、そう。で、まあ、それ、でっていうわけじゃないんですけど、ブリーズライトをね、導入するとね、いや、なんか、鼻呼吸が楽じゃないですか。となると、寝てる時とか、まあ、無意識。あとはまあ起きてる時とかもやっぱね、なんか鼻詰まってるとやっぱ口で呼吸するので、
そのね、まあ、やっぱその喉がちょっと乾燥しちゃうと、で寝てる間ってね、まあ、寝てるじゃないですか。でずっと寝てて、まあ、何時間もね寝ててずっと喉乾燥してとかってなると、やっぱねそのなんか喉の調子に良くないのかなみたいな、うん、まあ、できればねそう加湿器炊いて寝るまであるかなみたいなそんぐらいの感じなんですけど、まあなんかね、そうブリーズライトのおかげでなんかきっと喉を口呼吸はしてなくて、なんか多分喉の調子いいのかなみたいななんかそういうのもちょっとね期待してますみたいな、うん、ただ10枚で5、600円なんで、1枚ね50円60円なんで、そう残念ながらねちょっとムーポンの携帯代より高いのでそうっていうか逆に、ね、どんだけ外出ないんだよみたいなのは置いといて、ちょっとねブリーズライト高級品なのでね、なんかまあ金曜日と土曜日は使いたいなと、少なくとも、うん、やっぱねそう土曜日の朝と、まあ、土曜日と日曜日にね調子の波を持ってきたいってなると、ちょっと金曜日ねちょっと使いたいなみたいな、そういうところがあるので、いや、まあ、もしくはなんなら木曜日ぐらいから調整しといてほしいなもあるんですけど、あとはねなんかどっかのタイミングでなんか気が向いた時、まあ、週の半分ぐらい、週の半分ぐらいもっと使いたくなるよなみたいなところもありもしつつみたいなところはあるんですけど、まあね、その辺はちょっと予算が許す範囲で、予算が許す範囲でと、あとはちょっとねなんかつけすぎあんま良くないのかなみたいな、ちょっと気使ったりみたいな、なんかねそういう感じでね、ちょっとそう通気率を最大 31% アップって書いてるんでね、まあ 31% 楽になってるんで、まあでもなんか気持ちね、なんかほんまに倍ぐらい楽になってる感じはするみたいなところがあるんで、うん、なんかねそうおすすめですそうっていうところでね、今回のね、そう健康アイテム紹介はブリーズライトでしたみたいな本当ね健康アイテム紹介みたいなになりつつあるんですけど、紹介アイテムチャンネルにね、健康アイテム紹介チャンネルになりつつあるみたいなところあるんですけど、そうね、今回はブリーズライト、そう全然買うつもりなかったんですよ、全然買うつもりなかったんですけど、ちょっとねなんか吊るされてるの見て、あー5、600円か、まあ、結構するけど10枚ちょっと試してみるかみたいな感じで試してみたんですけど、うん、ちょっとね良かったんで多分ね次なんかAmazon とかで30枚入りとかね多分買って大事に使ってると思います。はい、っていうところでね、今回はブリーズライト試しましたみたいな、そう、うん、そう鼻をね、そう鼻に貼って、そう鼻の頭に貼って鼻を広げてね呼吸を楽にするっていうテープなんですけど、そうそれをねちょっと今回試しましたっていうところでね、ちょっとウキウキになってラジオ撮りましたっていうところで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。